この話、佐藤さんという女性から聞かせていただいたんですけれども、彼女が小学生の頃、回転している扇風機に向かって声を出し、変な形で聞こえるこの遊びが大好きだった。とある夏休みの昼下がり、いつものように扇風機に向かって声を出す。あーと言ったら、あーと聞こえる。あーと言ったら、あーと聞こえる。あーと言ったら、あさん、途中から声出してなかったんです。増田さんという男性の話なんですが、彼、差出人の記載がない手紙を受け取った。この手紙を受け取ったあなたには不幸が訪れます。死にたくなければ、あなたが殺したいと願っている誰かにこの手紙を必ず送ってください。それ不幸の手紙だったんです。増田さんは同棲中の彼女に笑いながらそれを見せた。実はこの不幸の手紙、一番最初に書いて送ったのは増田さん本人だって言うんです。マジムカつくやつに不幸の手紙送ってやったんだよ。そしたら回り回って俺に帰っていきやがった。世の中バカばっかだな。黙って聞いていた彼女、スーッと立ち上がる。バカで悪かったな。彼女はいきなり増田さんの後頭部をめがけ、鈍器のようなものでガーンと殴ったんです。彼、一時的に気を失ったものの、なんとか目覚め、自力で救急車を呼んだ。こうして一命を取り留めたものの、増田さん入院してから一週間後、病院の屋上から飛び降りて、自ら命を絶ってしまったそうです。血の海の中で息絶えたその手には、不幸の手紙がしっかりと握りしめられていた。だって、あいつ、一週間以内に不幸の手紙誰にも送ってなかったんだもん。死んで当然ですよね。そう言って増田さんの元カノ笑っていました。馴染みの焼き鳥屋のカウンターで一人飲んでいた時、隣に60代ぐらいの女性が座った。彼女、一方的に僕に話しかけてきたんです。私、幽霊が見えるようになったの。何でも彼女、レーシック手術、視力の矯正をするための手術を受けることによって幽霊が見えるようになったって言うんです。最初はね、視界の中に黒い点が見えた。これなかなかね、この黒い点が消えずに、なんだか大きくなってるような気がする。だから眼科に行ってね、先生に聞いてみたんです。そしたら、お医者さん、これは、飛ぶ蚊の症状と書いて、飛蚊症でしょう。眼球の中の濁りが見えてるだけですから、しばらく経ったら消えますよって言われたんですが、2ヶ月経ち、3ヶ月経ち。黒い点々は消えるところか、どん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 増えていき、大きくなっていき、それは次第に形として見えるようになった。それ、顔に見えてきたって彼女が言うんです。彼女、僕の方を指さし、ねえ、わかってるよね、ねえ、わかってるよね。ねえ、幽霊だよね。ねえ、幽霊だよね。ねえ、お前！白レバーのタレ、お待ち！僕の前に、ごとりと白レバーの焼き鳥が置かれた。隣には、その女、消えていなくなってるんですよ。僕、マスターに聞いたんです。あのさ、
いたよね。俺喋ってたよね。ただマスター、さあ、と、苦笑いをするだけだったんです。僕、幽霊から、お前は幽霊だって言われたんですかね。佐川さんという女性がいまして、彼女常日頃から浮気は許せないと公言していた。そんな彼女にとある男性が告白をしたんです。佐川さん、私はちょっとした浮気でも許せないから、きっとあなたを不幸にしますと。そう言って断ったんです。男性、諦めきれなかったんでしょうね。もし浮気なんていうものがあったら、僕、刺されても構いません。結局、佐川さんとその男性、付き合うことになったんです。初めてのデート。二人でレストランに行った。佐川さん、そこで働いているウェイターに一目惚れをしたんです。だから、彼女、テーブルに置いてあったフォークを掴むと、何も言わずに目の前の男性の顔をめがけて、何度も何度も突き刺したって言うんです。男性、床に倒れて、血だまりができている。そんな男性の姿をね、じーっと見下ろしていた彼女。だって、浮気したら、刺してもいいって言ったよね。この話、その男性から聞いたんですけれども、彼ね、いやー、彼女って本当に、正直な女性で、僕、ますます、好きになりました。これが、真実の愛ってやつじゃないですかねって、頬に深い傷がある顔を撫でながら、そう、微笑んで言っていました。島田さんという中年男性が、夜中一人寝ていたとき、腹のあたりが痒くなった。ボリボリ書いてんだけれども、全く痒みは収まらない。試しに人差し指をへその穴の中にズボッと入れてみたら、不思議なことに痒みは収まった。ただ、指の腹のあたりが、変な感触がある。どうもね、へその穴の中に糸が出てるような、そんな感覚を覚えたんです。島田さん、それをね、引っ張ってみた。取れない。だから今度はね、力を込めてつまむようにズボッと。それ、取ってみたんです。で、電気パッとつけて、取れたものを見てみたら、小さな飴玉みたいな目玉があったんですよ。髪の毛がまとわりついている。うわーと思って、島田さん、それ、放り投げて。どっかに行ってしまった。気持ち悪いって思ったんですが、そんなことね、時間が経ったら忘れるんですよ。年末、大掃除をしていた島田さん、棚をどかすと床に、ほこりっぽい小さい丸いものが落ちていた。何気なく、掃除機でそれを吸い取ってみると、その瞬間、右目に激痛が走ったって言うんです。多分、あれ、へその穴の中にあった丸い目玉だと思うんですよ。それ以降ね、俺、これですよ、これって。島田さん、片方の目に眼帯をつけていて、こんな話をね、してくれたんです。